はい、どうも皆さんこんにちは、くまチャンネルくまです。今日もアテニオンランクマッチ動画やっていこうと思います。今日の朝ですね、10パック剥いたところ、こちらのボルケーナスエンシェントタイタンという非属性のエピックカードを引くことができたので、今日はねこちらをデックに入れて遊んでいこうと思います。このキャラクターはですね、攻撃力にバフがかかった場合、自身のアビリティでさらに攻撃力と体力にバフをかけることができるというね、まあ面白いユニットになっています。まあこちらをねうまく運用できたらいいなと思いながら、ランクマッチの方に潜っていこうと思います。本日のお相手はブランド。昨日に続いてまたブランドですね。今日は私が先行ということでやっていきましょう。先行ジャラ強いんでキープ。フレイムスピリットはまあいいかな。先行ザラで行きましょう。 Bring it on! The spirit of nature is within me. グリーティングしてる間にザラを置いていくスタイルで行きましょう。さあ、お相手はこのザラを取ることができるかということですね。次ね、まあザラにバフをかけて防御力をさらに強くするのもありだし、ツインドラで相手のユニットを取るというのも可能ですね。まあ、またねこいつらね1コース3枚使って、まあどうにか盤面対応力高そうなハンドです。さあ、お相手はどう出てくるか。こいつは抑えたいですね。これはなんだ。Whenever a rock is destroyed, give a random friendly unit. なるほどね。こう、ずっと残しておきたくないカードですね。これどうしよう。私、ダメージいくら出るかな ?1、2、3、4 だな。これは強力だよね。ロック壊れて、こいつで炎波かかってだから。これは厄介だな。ちょっとここはツインドラで様子見します。まあ、次のターン2打目で取ることができるんで、なんとかね次のターン破壊したいですね。こいつもね嫌いだな。ここに置かれそう。まあ予想通りですね。さらにソウルブースターを使って1コストで、なるほど、なかなか賢いですね。さあ、クイーンオブペインということで、こちらはあまり嬉しくないハイパイではございますが、そうだね。2打目でこいつは取るよな、前提として。ここで私に求められるのは、グラディオスで、グラディオスここに置いたら一応グラディオス生き残るんで、あ、そっか、でもそうだな、死ななくなっちゃう可能性あんのか。それ嫌だな。ちょっとグラディオスは置きたくないんで、いや、フリーザ使いたくない。もうここ、こいつで、倒して、炎波17の、どうしようかな、シールド、クイーンオブペイン、グラディオス。もういまいちだな、これは。これは、ここの攻撃力上げときましょう。さあ、私の
ツインドラを守ってくれる位置にロックが生成いたしましたと。なるほどなるほど。さあこのユニットは取っていきたいところですね。はい、ということで、まあバーサーククイーンオブペインでしょうね。ここは定石でいきます。ランダムニアバイスペースで、ね、毎ターンここにロックができるんですね。ある意味でツインドラは私がこことここにユニット置く限り守られるというね、面白い状況になってます。なるほど。ジョラゴニアブレーダーが欲しい。ジョラゴニアブレーダーが欲しいけど、5打目を6、7で倒せますね。でここにこいつを置いて、まあ、ちょっとそこを取られるのは尺だけど、これで7打目のイフリートを出すかどうかだけどね。次のターンジャーロックとイフリートっていう組み合わせ使いたいんで、ここは我慢します。さあお相手私の本丸のここに切り込んでくるか、あるいはねここにロック作って守ってくれるという可能性もありますね。ツインドラ取られそうですねこのターン。なるほどね。さあここで、ここはもうジャーロックイフリートの組み合わせで決定ですね。だからどこに出すかということ、まあここはジャーロックイフリートですね。ジャーロックイフリート、まあこれ取れないですかね相手。さあこれで、ロックは下にできていくと。さあどう出てくるか。まあある意味ねこれでもうここに置いてもこの両ユニット取ることができないと思うし、まあ、逆にちょっと安心ですかね。防御力さらに上げていくと。まあ、しかしねこれ私の方がね HP レースで勝ってるので私が有利なことには変わりがないと思うんですよね。ここで私も1ダメージ与えれば勝ちなので、もうこれでねサベージワールドガーディアンで、まあほぼこの試合勝ちだと思います。
ここでですね、オークウォーロードとサベージワールドガーディアンでも確実にジャラを守って、まあ、7ダメージを覚悟して、まあ、これで勝ちでしょうと。まあ、今回完全に先行有利な形でね、ジャラをずっと守り抜けたということがね、勝負のね、勝因だと思います。お相手これ最後どうしてくるかというとこですけどね。さあ、これで何も取れないということで、対戦ありがとうございました。ボルケーナスエンシェントタイタンデンの回と、まあ大体そういうもんですよね。ということで今日の動画はここまでになります。この動画が面白かったという人は高評価コメント、またチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。